門前整体三つのず、人を痛め続けて25年、本気で痛い覚悟決めた人は概要欄、門前整体楽しんで。で、背中触らさせてもらうと、ほらめっちゃ柔らかくなってるの分かります、うん、ということは足の疲れとかが、まあ、背中に上がってきてたよってことなんですね、でまだ時間ありますから、今から背中ね、しっかり緩めていきますね。これから始めていくんですけれども、今回背中編ですね。背中ってね、結構ね、皆さんね、大体ね、あまり痛がらない人が多いので、これね、見ててもね、あまり楽しくないかな。ただね、やっぱりね、見たい、一部の変わった人たちがね、これを見るとね、すごく癒されるっていう人たちがいるから、その人のたちのための動画公開です。で、ここのね、背中ね、私は背骨の横の骨の場所を棘突起と横突起っていうのがあるんですけれども、その間に筋肉の脊柱起立筋っていうところと骨の第一棘突起っていう場所との間を押さえるようにしています。これがね、あの門前整体のね、やり方の一つなんですよ。これなんとか骨盤先生パクってくださいよ。本当に俺のことちゃんと広げてお願いします。聞こえてますか？滝藤健一ではないですけれども、やった言っときましたからね、お願いします、やってください。あ、ちょっと話ね、そげちゃいましたね。一旦停止。今からね、背中ってね、自分でね、ケアするためにはどうすればいいのかっていうこともね、ここで解説しておきます。背中を伸ばすにはやはりね、ストレッチポールで背中をゴリゴリ伸ばしてあげたりとか、そういうのがない家であればゴルフボール、テニスボール、あと何だったかな、ラグビーボールって人もいたかな、そういうのをやってもらうこともよかったりします。あとね、違うところだったら椅子に、普通の椅子に座って、あ、じゃない、何、外の公園にある最近あの健康遊具っていうので背中を伸ばす椅子とか買ったりします。私もね、そこで伸ばしたりするんですけれども、天理駅前にあるね、ココフン、どっちか忘れましたけど、そこでね、伸ばすんですけれども、色眼鏡のおじさんがそんなところで伸ばしちゃったらさ、もうすんごい悪目立ちするんですよね。だから皆さん、いい年齢の人たちあそこで伸ばしちゃうと危ない目で見られますから、気をつけてくださいよ。わかった。だから家でやったりとか、あと骨盤職人さんとかいう背中をいや伸ばすやつがアマゾン先生で売ってますから、それでね、伸ばしていってあげるとね、今ちょうどね、ここ第2、ね、いい場所を押さえてました。で、ここね、今押さえてるところって肩甲骨の場所なんですけど、ここがね、またね、すごいね、みんな凝るんだよね。で、ここをね、しっかり押さえてあげたりとかすると、ね、すんごい気持ちいいんです。で、ここはね、やっぱりね、器具を使ってもね、伸ばしにくいの。そう、伸ばしにくいんですよ。ただね、伸ばし、押されたら気持ちいいんです。で、ここね、またね、押さえるのが難しいところなんですよ。ちょっと足上がったりとかしてますけど、ここの角度ってね、斜め45度とかね、ミリ単位でね、角度を指定してくるお客さんが私の普通、当たり前の世界で生きてます。だから皆さん、もうやめて、しんどいって思っても、ほら、もうすごい、あの、なんか動きがやばくなってきたでしょ。これぐらいの感じがベストなんです。これを受けたかったら、あ、ちょっと待ってね。はい、こんな感じ。こんな感じでね、呼吸がね、荒くなってしまう人って結構いたりするんですよね。だからね、呼吸はしっかり、あの、ちゃんとした方がいいですよ。抑えると、しんどくなっちゃうんですよ。はい、これすぎると、本当にね、呼吸がしにくくなります。そこまで溜めてちゃダメなんですよ、体って。まあ、それはね、ご本人の価値観、考え方、いろんな方がありますから、まあいいんですけれども、 そこまで貯めてしまう自分、まあいいや、ちょっとその辺の考え方っていうのにはいろんな価値観がありますから、だからね、どう思ってでもいいと思います。ご自身の体ですが、好きにしてください。私は来られた人のコリを取り除くために門前整体マックスを考えてますから、今マックスなのでお客さん増えてます。やばい、いい感じでお客さん増えてる。それぐらい、ほら、足上がってるでしょ。あんな、こんな日常茶番事です。そんなことをね、やり続けてる門前整体の、ここがちょっと背筋とかこうついてんだけど、その筋肉が限界まで疲れが溜まっちゃってピーンって張った状態になってるの。で、それをね、押したらね、音が鳴るみたいな。どういうことですか、これ。これ何、100人に1人ぐらいの割合。え、何これ、痛い、これ何ですか、これすぎてる、痛い、なんか
太鼓の皮を張ったらボンボン音鳴るじゃないですか。あれ緩んだ音にならないでしょ、うん、今、だからここが凝りすぎてる。どういうこと？しっかり育児されてるってことですよ。これ鳴らなくなってきたでしょ。どういうこと？限界まで疲れてたってこと。腕しびれてなかった？しんどいなっていうのがありました。あ、ですよね。痛い。まだまだ。しましょう。肩甲骨というのは凝りすぎると太鼓の皮が張ったような感じになってポコペコ音が鳴ったりするようになります。これがね、限界まで凝っちゃったっていう状態です。でそれをね、体験、まあそういう風な人たちって100人に1人って言ってますけれども、まあまあ来ます。まあまあ来ちゃうんですよ。なんでかっつったら、そのとこまで皆さんストレスフルになってるから。これもね、もうちょっと編集せずやってますけど、 それをね押してたらね、やっぱりね、硬くて痛くてね、しんどくなっちゃうんですね。放置した汚れっていうのはなかなか落ちない。油汚れのものを服に落とした時とかって、そんなに赤ワインのシミとかなかなか落ちないでしょ。あんなのをね、白い服でビチャビチャにしてるような感じ。まあこういう例えを使ったら、先生また分かりません。分かる人だけ見てくれたらいいよっていうふうに最近私は思うようになってますから、まあいいや。で、それでね、それをね、今ね、はい、キッチン入った後ね、めちゃめちゃ落としてるような感じだから、いや、なかなかね、ガチガチにしてくるんですよ、みんな。だからね、それをね、どん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 白くしようと思って、やっぱりね、痛くなるまでね、ぐいぐい押さないと取れないんです。だから、うちの店はもう硬い人しか来ないんだけれども、痛いから怖いから先生行きたくないって言って、どんなんなんだよ、それってなったりするんですね。だからもう何、悶絶性でマックスに買って、マックスマックスでぐいぐい押さえる方法をやってます。見ててもらっても分かると思いますけど、ほら指がね、へこんでってない、これへこんでってないぐらい、それぐらい硬いんですね。だからね、そのね、そこをグイ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 押さえ込んでいくのが私の悶絶整体マックスなんですけれども、みんな硬くしてね、鍛えてきますとかってみんな言うんですよ。何その、鍛えてきますって、汚してくるっていう間違いだろうって、訂正してやろうなって毎回思うんだけれども、まあいいや、動画でね、こうやって残しとくぐらいがちょうど、先生分かってんな、また来たぞっていう人たちがいっぱいいますからね。まあそんなんでいいんです。でこんな感じでね、動画をね、今度からね、音声で作っていく形にしました。というのは何でかって言ったら、これね、もう作ってるだけで、ね、すぐ作れるんですよ。もうこの見せるだけ、見せつけるだけでいいっていう、このテロップ打ち込まなきゃいい、この便利さ加減、これをね、今度からどん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 やっていきますから、私のね、動画はね、洗脳動画みたいなもんですから、見ない方がいい、絶対にね。そういうとみんなね、人は見ちゃうから面白いんですけどね。これをね、こういう風な感じでね、動画作っていきますから、しっかりね、予習復習をしていただいて見てください。でちゃんとね、皆さんね、あの何、文字字幕が読みたいっていう人は、設定で、字幕設定とかすれば字幕が出てくるようになりますから、さすが最近の YouTube の Google さん、頭偉い人たちがちゃんと作ってくれてますから、そちらに頼っていこうと思っています。この動画がね、いつもだったら 2,3 時間かかるんですけど、今でまだ10分ぐらいで編集終わってってますから、そりゃ簡単だよ。これくらいだじゃないと続きません。だから皆さんね、あの YouTube に出てる人とかで、ね、声を喋ってる人たちっていうのはね、声で喋った方が楽なんですよ。あの一文字一文字打ち込むことの大変さ、まあやってみたらいいと思うけど、まあいいや。でこのね、背中の部分、ここのところがね、硬いで、肩甲骨ね、皆さんね、押さえてほしい場所、どうしてもね、ここの部分っていうのはね、構造学的上に仕方がないんですよ。あのいつも混んでる交差点みたいな感じ、あのあそこいつも混んでる、あの交差点なんで抜け道ないから、そう、ここのね、肩甲骨のね、この辺もね、抜け道がないんですよ。足とかお尻とか腰とかだったら、なんか逃げ道があったり、大きいところだったらあるんだけど、腕のつながりとそれを支える骨があって、でなおかつその周りの複雑なんですよ。ここって複雑に入り組んでる場所なので、どうしても人間の体の構造学的に仕方がなく凝ってしまう場所ですから、どうしてもここの場所っていうのは凝るんです。で凝るからどうすればいいかって言ったら、こうやって押さえて緩めるか、自分でストレッチ、もしくはヨガ、もしくは体を温めること、それがなかなかできないから、うちの悶絶整体三つ道具マックスができるんですよね。だからね、そうやってね、またこれを見て思い出したいな、ああ受けてみたいなと思った人は、またね、奈良の方まで来ていただくか、私が全国に向かって行ってる時に時間が合えば受けてみてください。そのタイミングっていうのはもう本当にタイミングだよ。もうご縁のおかげさまで ご奉仕です。
ね、神社のご縁のおかげさま方針で動画を作っていきますので、よかったらね、またね、連絡してみてください。以上、門前先生三つのぶマックスでした。というのがね、カイロプラクティックになりますね。